マツコでございます。ちょっと少しだけね、少しだけ雑談しようかなって思ってね、思ってね、私ちゃんとこれ話せてるのかわからないんだけどさ、よいしょ、わお、これもまだ入れてないし、何も予告していないけど、予告してないけどみんな気づくのかな、これ向かいの人が気づくのかわからないけど、とりあえず配信を始めてみましたよと。よいしょ、よいしょ。元気ですか皆様、こんばんは。よし、 OK。 ライブ配信の言語とかはね、縦型にした時は今から変えるのでね、案外そこに時間がかかってしまうのが悲しいのですが、これもなんだろうね、その OBS 側で設定できればすごい楽なんだけど。よいしょ、すごいな、これを花粉症っていう生存確認、何人が気づくんだろう、何人がいつ気づくんだろう。花金ですよ皆さん、この時間花金。よいしょ、雑談と、あはん、とりあえず予告を何もしていないので、ここら辺を頑張らないといけないと思うんですけど、なかなか最近ね、やる気というものが出てこないわけですよ。わかりますか、やる気というものが、やる気というものが欲しい。しょうちゃん方、今なら1対1でお話できるよ多分。何人くらいいるのか知らないけど、今なら1対1でお話できるよ。何について話す、ちょっとだけなんだけど、今日ね、私のさ、友達が今さ、誕生日記念雑談配信みたいなので、これ終わったら一緒にみんなで見ようよって思ってるんだけど、緊張しちゃう、何を言ってるんだい、何を言っているんだい。でもマジでちょっとだけね、そんなこんなで30分くらい。本当にちょっとだけ。もう最近の悩みが本当にやる気が出ないっていうの。なんか夜とかは、なんかまだ遊びとかはいいんだけど、夜とかはまだマシなんだけどさ。来月誕生日おめでとう。え、待って、ねえ、いつ誕、何日なの？来月、5月か。いいな、5月誕生日。5月。8か。本当に1ヶ月後って感じだね。5月8は。1日か。おは、40だよ、40。掛け算せんだってね。じゃあ、月と日付を掛けさせたら、餃子さん、おはよう。おはよう、今起きたの？餃子さん、誕生日いつなの？餃子さんは、待って、今からツイッター見るか。8月12日？ほんと？ほんと？ほんと？まだそこまで年取ってない。いや、もう、1年間生きられたってことは、本当に素敵なことだと思うんでね、もう。何歳だったとしても、ぜひ、今年も生きたよと誇って生きて、誇って生きてくださいって、すごい。待って、マジで8月12日なの？デビュー日はね、そう。
そうそうそう、え本当に、えちょっと待ってびっくりしちゃったんだけど、えガチ、あれ待って、そんなような話したっけあの日も。みんなの誕生日次第おもろいな。でも来た人来た人に誕生日聞こうかな。アンケートなら作成できる。した気がするね。した気がする。私もそういえばそんな感じ、そうだったかもって思って。そう、私がそう8月12日って聞いてすぐに思ったのが、あの私の VTuber としての誕生日っていうか VTuber デビュー日っていうよりも先に、え、ひよりちゃんと同じ誕生日なのってそう、そこがね思った、最初にそこを思った、びっくりしたね、した気がするよね。いいなね、今日のアンケート何がいい、誕生日、誕生日はと職場、学校に行って祝われたい、おうちで一人、または家族とゆっくりしたい。あとなんだろう、じゃあ待って、餃子さんの誕生日も今完璧に覚えたし、しょうちゃんの誕生日も5波40ってことでね。あ、そういうことか。そこまで年取ってないってどれに対して言ったんだって思ったけど、掛け算しちゃったことに対して言ったんだ。今わかった。察しが悪い。なんか朝さ、すごい頭にもやがかかったみたいにさ、なんかすごいぼーっとしちゃって、ぼーっとして、なんか全然頭が回らなくて最近。待って、職場学校に行って祝われたい、お家で一人、または家族とゆっくりしたい、でもそれくらいか、上の選択肢いらない。みんなどっち派なんだろうな、これ。なんか私基本あの誕生日は、最近の誕生日はなんかすごいゆっくりしたくって、ゆっくりしたくってずっと希望給取って、ここに有給入れてさ、家でゆっくりゲームしたりとか、と配信の準備したりとか、ゆっくりしてさ過ごしてたんだけどさ、今日久々に誕生日に、あ、土曜日で、でまあ久々に人に、なんだろう、その日の休みを譲って、あの久々にさ誕生日出勤ゆっくりしたんだけど、やっぱ職場の人に言われるって、職場の人っていうか人から言われるのはそれはそれで嬉しいなって、お盆やから友達言われたことないよな、わかる。私も年末だから友達に祝われたことないよ。めっちゃわかる。そっか、お盆だよね、8月12日ね。絶対夏休みかお盆休みかのどっちかの休みだよね。そうだよね。あ、アスターさん、ヤッホー、誕生日はいつですか。あ、こんばんは。
なんだろう、リオバさんってノットゴットさん、ハロー、ゴールデンウィーク明けだからよく忘れる。あ、それはそれで悲しいな。そう、あ、When is your birthday? あ、ロリロリ神降臨を私歌ってたからかもしれない。育成ロリカミレクイエム、そうね、そうなんよ。年末でさ、28日ってさ、だいたい学校も休みだからさ、なんだろう、クラスにさガラガラって入ってさ、おはよう、あ、おはよう、今日誕生日だよね、おめでとうとか、やられる側になってみたかった。一回でいいか、やられてみたかったけど、絶対に28日は学校もないし、私も友達に祝われたことない。仲間だね、餃子さん。だね、ゴールデンウィーク明けだからよく忘れられる。もそうだよ、長い休み、みんな休み明けでさ、嫌だなーって思ってさ、学校に行くからさ、それはそれでしんどいなって思う。ちょっと違ったね、悲しさがあるね。誕生日はシャーロック・ホームズがライヘンバッハの滝に落ちた日。日付で言え。あ、何もわかんねえ。ね、ちょっと待って、何もわかんない。でも祝日だから部活以外で祝われたことないよね。わ、部活さえないんだよな、年末って。なるほどね、確かにそうだよね、祝日ってそうだよね。部活は、あ、でも部活祝日にあったんだね。まあ確かに日曜日もあったりするからな。本当に先生、マジで休日出勤ありがとうございました。本当にありがとうございました。私絶対日曜日働きたくない。なんかシフト制ならさ、まだなんか、まだなんていうの、まあ2日間くらいはあるかなってわけ。ゴールデンウィークのど真ん中、シャーロック・ホームズがライヘンバッハの滝に落ちた日。5月4日なんだ。え、じゃあ、あれだね。上にさ、翔平って人いるじゃん。その人と4日違いだよ。よかったね。何がよかったのかちょっとよくわかんなかったけど。え、じゃあもうすぐじゃん。調べるの偉いんだって、わかんなかったんだもん。わかれば調べる必要はないけど。わかんなかったら調べなきゃ一生わかんないもん。そうなんだ、みんなの誕生日。あ、餃子さんはもう完璧、もう忘れないわ。コナンと誕生日一緒、実質新一。マジコナンじゃん。これからコナンって呼ぼう。これからコナンって呼ぼうってなんだ。まあいいな、誕生日。私誰と一緒なんだろう。同級生とはね、一緒だった人いた。チームまで、荒川優愛、誰、トータス松本、大家静香、大沢健、やべ、全然わかんない。え、全然わかんない、どうしよう。
トータス松本は名前だけ見たことある。有名人ってしちゃうから出てこないのかな。お、ねえ見てよ、日付の占いあるよ。みんなも自分の誕生日見てみてよ。退屈は大嫌いで実行力があるが心配性。感受性が豊かで社交的で人当たりの良いあなた。理想主義者で人々のためにより良い環境を作ろうと尽力します。冒険心が旺盛で情熱を持っていて人を動かすこともできる力があるのです。知的で機敏、基地に飛んでいて頭脳は明晰、野心と実行力を持っていますし、退屈なことは大嫌いです。自己表現に対しての欲求もあって、新しいことには次々と興味を持って取り組んでいくことができます。物事を大きなスケールで考えることができ、自分の将来のことを考えて安全策を講じますので、本気強く困難に耐えることができるのです。はあ、霊感を持っている人が多いという特徴も私ないよ。ウルフルズのボーカルだし結構有名。なるほど、ボーカルの人なんだね。じゃあ有名だわ。私が分かんないだけで有名だわ。あ、結構家族とゆっくりしたい人がのが多いんだ。一人か、家族とゆっくりしたい人。そもそも選択肢がないっていうあれもあったりするからあれだよなって思うけど、いいね。そっか、結構そうなんだね私。じゃあそのボーカルさんと一緒みたいな、一緒みたいな感じってなんだ。なんか結構さなんだ、石原裕次郎も12月28日。石原裕次郎か、名前は聞いたことあるよ。でも全然わかんない。立ち見にあのテレビの人よくわかんない。え、待って、死んでるじゃん。待って、死んでた。小説家なんだ、すごい。石原裕次郎52歳、若い。そうでしょね、52歳だって。大スターよね、だから名前だけ知ってるんだ。いやマジでね、お亡くなりでしたよ。と取れた瞬間終わったわ。で、外出た瞬間に死んじゃったわけじゃないんだけど。天気はいいのに進めない、風強すぎて赤くなり、定期的にオールバック。でああそう、なんかさ最近さ、あの今月末にさ、あれなんですよ、あの私の推しアイドルのライブがありましてですね、そうすごい楽しみで。あ、キョンシーさんこんばんは。キョンシーさんの誕生日はいつですか。今ね、みんなの誕生日聞いてるの。コメントしてくれた人も聞いてるの。答えたくなかったら答えたくないでいいんだけど、ここはね任せる。8月6、あれなんかみんな近い。
餃子さんと近いね。餃子さん8月12だって。私の VTuber デビューの日と同じ日なんだ。8月12日びっくりした。8月12日っつって、そう、まだ8月6ならまだ学校でお祝いされる可能性がまだちょっとはある。お誕生日の日付か、うん、すごい。お盆で祝われ、なんだろう、その教室とかで祝われたことがないっていう話と、あと祝日だからあんまり祝われたことないって人と、そもそもゴールデンウィーク明けだから誕生日だったってことをよく忘れられてたわって人と、いたけど、なんか唯一まだ希望がありそうな日付が初めて出たわ。言ってまだ4人だからあれなんだけど、すごい、やっと出た感がある。4月6日なんか誕生日選べるならさ、私どこにするだろうって思ってさ、ちょっと今考えてるんだけどさ、誕生日を選べるでとしたら、まあ年末年始はなし、お盆もなし、夏も暑いからやだの、家とか外食店で祝われてます。あー、外食店、お友達で行くの、それとも家族で行くの。子供の頃はよく家族で、なんか誕生日といえばポコスに行って、で、あの、ハッピーバースディートゥーユーなんだっけみたいな歌と一緒に、なんかケーキが登場するみたいなのが毎年の恒例だったんだけど、あ、家族で、じゃあ同じだね、私も家族で行く。あ、家族だよな。でもちょうど8月6日だと夏休みではあるから、学生の頃だと学校で祝われるけど、でも大人なら仕事があるよ、安心して仕事がある、職場で祝ってもらえるよ、みんなが誕生日を知ってれば。てか私みたいに今日、あの、今日誕生日なんです、あ、今日誕生日なんですで祝ってって言わないこと、そこで、だから祝ってくださいと言わない、私今日誕生日なんですって言っとくとね、お願いしてなくても勝手に祝ってくれるから、やってみて、ぜひぜひ、これライフハック、お願いしてないのに祝ってもらえるライフハック、私今日誕生日なんです、これぜひやってください。春か秋くらいが果物美味しそう。確かに。しかもさ、誕生日にお出かけするとかなってもさ、暑くなくて寒くなくて、まあ、ちょっと暑いちょっと寒いはあるかもしんないけどさ、暑くないし寒くないからね、お出かけするにも本当にいいかもしれない。やってみようか。誰も祝ってくれなかったらやめそう。え、祝ってくれるよ、まあ、目に止まらないとかはあるかもしんないけどね。ほら TL さ、いっぱいあって流れちゃって全部見らんない人とかいるじゃん、私みたいな私最近そもそもTwitter だとしたら、本当にそれが罰とかじゃなくて、誤字とかじゃなくて、X だって意味で言ってるんなら、私は気づけない可能性がある、申し訳ないけど。本当に、700何十何人とかフォローしてると結構、追えない。無理。マジで無理。個人的には秋に誕生日来てほしい。え、なんで秋なの？理由を知りたい、理由を、理由を
みんな祝うよきっとね。祝ってくれるよ。大丈夫。なんか去年か一昨年ぐらいはちゃんと私誕生日っての気づけたんだよね。でもおめでとうって言った記憶がある。今年はそもそもね、まだ誕生日来てないから、花粉がない。ちょっと笑わさないで。笑っちゃったとね、花粉がないはちょっと大切かもしれない。マジで花粉さ、しんどい。なんか無事にちゃんとその花粉の薬をちゃんと私この間買いに行って買ってで飲んだから、今はまだマシなんだけど、マシってだけなんだよね。マシっていうだけで、なんだろう、すごい鼻水がずっと出てる感じで、ずっと喋りづらいし、ずっと喋りづらい。歌うのもしんどいもん。本当にしんどい。そうそう。この花粉がない時期っていうのはすごいわかる。いいなって思う。ちなみに私の誕生日、花粉はないけど、違う、寒いけど花粉はないよ。いやでも冬は冬でさ、また別のさ花粉がさ飛んでたりするんだよな。結構冬もね、何月とは言えないんだけど、よく覚えてなくて、冬も鼻ズルズルでさ、あーしんどいなって思うから、なんか、そう、なんか一年中花粉って飛んでるんすよ。花粉症になったことがない人はわからないかもしれないけれども、けれども一年中ね、花粉が飛んでるんですよ。本当にしんどい。ピエンピエン、ビエンピエンだったわ。ビエンピエン、その韻の踏み方はとてもね好きです。ビエンピエン、それひよりちゃんがやってたのさ、ビエンピエン。あの子さ、すごいギャグとかをさ思いつくんがすごい、あれで。あれってなんだ、すごい上手で。でも結構ね、みんなねシーンってなるんだけど、まあ、そのシーンってなってる状況は状況でとても面白いから、そういいね、いいなって。つん、すんばらしいねって思って見てる私は、みんながシーンってなってる中、いやもうさすがだよって思って、やっぱあなたなんすよって。なる、君が明日は久々にね、高校の同級生に会いに行くんだけど、この子3月お誕生日だ。なんかお祝いできたらいいなって思って。あ、手紙書いてこう。すごい。私、関係続けるんがとても苦手で。関係を続けるんが苦手って言うとすごいあれだけど。なんて言うんだろう。みんなどうなんだろうね。なんか私すごい苦手で、なんかある程度仲良くなるのは得意なのよ。
ある程度仲良くなるっていうか、なんかその親友みたいになるのはすごい不得意だけど、不得意っていうか本当に数人、数え切れる、両手じゃ片手に収まるぐらいしかいないっていうか、むしろ私一人だと思ってるんだけど、まあ一人いればいいかなって感じで、まあそう本当にさ、その先が難しい、本当にその先が難しいのよ。なんだろうな、なんかある程度仲良くなるのは本当に得意で、だから浅く広く友達はいるんだけど、だけど例えばだけど、ここに遊びに行こうよって話が上がったりしててさ、で私がその場にいれば多分声はかかるんだと思うんだけど、例えばその場にいなくって誰誘うってなった時の候補に上がらないっていうか、なんていうの、そのなんだろう、深くなんていうの、そう、友達になるのが苦手っていうか、なんて言う、難しいな、友達は多いのになんか心の内をさらけ出せるぐらい仲のいい友達って全然いないなって思う。めちゃくちゃ友達多いし、人にも周りにも恵まれてるなとは思ってるし、思うし、そう。だけどその先に踏み込むってのがやっぱどうしても苦手。コラボ誘うことはたくさんあるけど、声かけられなかったことはないもん。あーね、わかるわ。なんか、ないわけじゃないけど、なんかどっちかっていうと自分からやっぱり誘うことの方が多い。でも本当にないわけじゃないから、なんだろう、声かけてくれる人は本当に大切にしたいと思ってるし、うん、だからなるべくね、なんか本当に次の日仕事でとかさ、なんかそういう場合はまあもちろん断ったりしちゃったりするけどさ、そうじゃない限りはね、だいたいよっぽど嫌な人がいるとかそういう場合じゃない限りは私は行きますって言っちゃう。そう、あ、モーニング娘。だった、なんだっけ、君のハート、君の頭にヘッドショットだ、君の頭にヘッドショットだっけ、忘れちゃったわ、忘れちゃったなんかすごい頑張って、私さ挨拶考えたんだよ、ちゃんとね、配信内でリスナーさんがいるところでもこういうのやろうかなって思ってるみたいな話した気もするしね、してよね、私したと思うんだけど、じゃあ頑張って考え、そうだからなんだろう、その先が苦手ってのもあるし、でただでさえそうやって仲良くなるの苦手で、でもまあありがたいことにね、まあなんだろう、それでもちょくちょく遊ぶ人ってのはいるわけで、でそのちょくちょく遊ぶ人がいるのに、なんかそのなんていうの、例えばだけど、昔は私あの、例えばそう、その高校の友達とか、もう、あ、いや、そこは唯一続いてんだよな。唯一関係が続いてるのが本当に明日会う子だけ。唯一定期的に会ってて、年1年2とかそういうレベルなんだけど、唯一定期的に会ってるのがその子だけ。私も会いたいって思うし、向こうからもそろそろ会おうよって来るしって関係なのが本当にその子だけ。なんかその子となら全然二人きりで旅行とかも行ける、友達だけど、家族じゃないけど、
全然二人きりで旅行とか余裕で行けると思うし、そんな気負わなくてもいいっていうか、すごいなんか気あのなんだその最低限の気を使うっていう気は使うけれども、なんだろうな、他の人たちに対する気の使い方とまた別違うっていうか、気を使わなくていいって思える人、唯一で家族みたいに気を使わなくていい。いやもちろんそう、最低限は使わなきゃ、だから使わなきゃっていうか、人間としてね、それは人間としてそういうのあるけど、なんかそうじゃない部分でのなんか余計な気を使わなくていいっていうのが正しいかのかね。そうか、その子で、で大学高校の時だから結構友達いたのに、付き合ってるっていうか、なんだその付き合いになった子たちいたのに、今その子しか会わないし、大学生なんてゼロだし本当にゼロ。なんかそだからそれなんだろう、でそう、その界隈が変わるごとに、なんだろう、そこの関係がリセットされちゃうっていうか、なんて言ったのリセットされちゃうって、続かないって感じ。てか続けることができないっていうか、なんだろう、今の界隈が大切で、前いた界隈まで気を回せないっていうか、なんていうの、そう、無理なんですよ。なんかいや、それは全員と仲良くできたりしたいけど、なんだ、新しい会話に移ったら今度そこで付き合いがいっぱいできちゃうわけ、浅くひどくだから。そうするとね、なんかなかなか時間が取れなくなってきちゃうのよ、前の界隈の人に。なんか取ろうとすれば取れるんだけど、なんか今のこの界隈を大切にしたいって思っちゃうっていうか、なんかそのうまく付き合えない、両方とうまく付き合えなくって、意外そう、両方とうまく付き合えなくて、結局今いる界隈だから、今っていうと配信界隈っていうか、このゲームの界隈を優先してしまうっていうか、だから本当に気の合う人じゃないと続かないっていうか、なんか別にもういいやっていうより、なんだろう、時間を使えなくなっちゃうっていうか、不器用っていうか、そう、実際そんなもんだよ、ゼロじゃなきゃ十分で、そう、ゼロじゃないのがありがたいんだよ。だからもう本当に明日会う子にはすごい感謝してるし、なんか本当に唯一だね、唯一です。だからそのこと、本当に時間が合えば旅行行きたいんだけど、あんまりそういうバランス考えたことないから新しい感覚。なるほど。バランスっていうか、なんだろう、もう目の前のものしか見ることができないって言ったら正しいかもしれない。もう何においてもそうなんだけど、別に人間関係に限らずね、何に対してもその目の前のことしか見えない、広く見るってのが目だから、例えばだけど、なんかなんだろうな、バロとかやってても本当にそれが顕著に出てるなって思うな、説明が難しいけど、すごい、そう、なんだ、打ち合いしてると他のこと考えられなくって、なんかめっちゃ頑張って、なんだろう、その他のことも考えようってするけど、そうするとやっぱりなんだろう、勝てる勝負も勝てなくなっちゃって、その打ち合いとか、勝てる打ち合いも打ち合い
ちゃうっていう、できないっていうか、集中できないタイプだからそれも悩ましい。まあね、そう、なんだろう、それがダメとかいいとかじゃなくて、やっぱ得意不得意だと思うんですよ。やっぱ適材適所っていうのはあって、なんかそこが難しいっていうか、日本だとね、海外は知らんけど、日本だとそれが難しい場合が多くって、なんだろうな、普通を求められてしまうっていうか、そうするとなんだろう、何でもそつなくできる人がやっぱり輝しか輝けないっていうか、なんかちょっとでもバッテンがあると結構厳しいなーって感じ。なんだろう、そう、あれ行ったんよ、あの病院病院って言っても、そのあの病気ですとかじゃないんだけどね、そう、すごいいろいろ私グレーでした。全部がグレー、なんか何がとは言わないけど、何もかもがグレーで、ちょっとあやっぱりってなって、そう、あー結局そう、私もその後また病院行かなきゃってなってるのにさ、また行けてないよ。あー先送りにしてしまうんだ、めんどくさいことは全て全て先送りにしてしまうのよ。よろしくない。そう、全部グレーなんですよ珍しいのか分かんない。そう、しかもなんだろう、ギリギリそうなれないグレーっていうか、1点差とかそういうレベル。ええ、そうなんですよね。まあそんなはどうでもいいんだけど、そう、とりあえずなんだろう、生きづらいなーって思いながら生きている。毎日ね、難しいよね。なんかこの子はそれが得意だから、それをやらす、それだけをやらせるとかってできないじゃん。だからそう、なんだろう、オールマイティな仕事っていうか、いろいろやらなきゃいけない仕事に今いるんだけど、なんかそれがすごいしんどいから、なんだろうな、例えばだけど、あ、まあ飽きちゃうってのありそうだけど、工場の LINE の仕事とかそういう方が向いてんのかなって思う。逆に集中できれば、なんかそう、いろいろやる仕事よりもって思ったりはしてる。わかんないけど、あ、そうそうそう、 LINE 作業とか、そうなんだよ。でも私飽きるんだよな。なんか自分の作りたいものをさ、なんかそのコツコツ作ってる時とかはなんかまあいいんだけど、興味ないものをコツコツ作るとかはちょっとね、しんどい。まあみんなそうか。LINE 作業はマジで今日ね、やったことある？私ないんだけど。そう、ちょっと待ってね。あ、でも大体時間通りにっていうか、もうちょっと喋れる。そうなんですよ。あ、待って、うさぎに誕生日聞くん忘れた。まだいたらでいいんですけど、誕生日教えてください。お祝いして気がするんだけど、毎年お祝いしてても覚えられないんだよ。いや、調べよう。調べようって急に調べ始めた。毎日毎年か、17.何々みたいなのにすごいアップグレードしてってるから、アップデート、アップグレード、どっちがの、アップデートとアップグレードってね。半導体作る工場にいたけど、ミスできないし結構きつめだったかも。なるほど。あ、待って、アスナさん、アスナさんでしょ。
お久しぶりです。アスナさん、そう、確かにミスできないはしんどいかもね。ミスが許されないってしんどいかも。だから医療職とかできないなって思う。いや本当に医療職の皆さんありがとうございます。本当に私は絶対にできない。アムナです。うん、そうだよね。よし、合ってた。アンニョハセヨ。アンニョー。よいしょ。一目でわかる韓国語って本買ったんですよ。だいだいろんな言語に声出しすぎて、ちょっと手出しすぎて、声出してどうすんだよ。手出しすぎて、ファンの目視とかは楽かもしれないけど死ぬと思う。ファンの目視、なんかゲシュタルト崩壊していきそう。パンが、アスナさん誕生日はいつですか？特に注射とか注射とか注射とか注射じゃん、めっちゃ注射じゃんね。注射、私ミスされてさ、すっごいあざになったことあるからさ、何度も刺し直しててさ、まあ何度も刺し直す分には構わんないけど、そう、すごい内出血で2週間ぐらい内出血、ずっとひどかったわ。あれは健康診断で。12月26日、ありがとう、覚えたわ、アスナさん。12月26日ね、ま、私と2日違いだ。私12月28日です。そう、血管見えにくいってよく言われる。そうね、なんかでバン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 叩いて血管を拡張させられて、ヒーってなるやつ。だってそう、韓国語も覚えたいよな私。ちょっとどうしよう、今さスペイン語と英語と韓国語をさ勉強してるんだけどさ、どれも中途半端になっちゃうか、どれかにちょっと、どれかにしないとなって思いながらもさ。ヨギエアンジュセヨ。スペイン語は英語覚えれば文法的にいけそうね。ジョーソイポチコで、私はポチコですので、で、あの、なんだろう、このソイ、あの英語で言うイズみたいなやつ、アグレートセンキュー。読んだだけなんだけどね、テキスト。カタカナ読んだだけ。そう、あ、プリンセンホー、誕生日教えて。そう、スペイン語、そう、なんだろう、ジョソイポチコ、ジョが私で、ソイがイズ、あ、アムで、ポチコがポチコなんだけど、そう。けど、なんだろう、そのトゥエレス、トゥがあなたで、エレスがアー、そう、あとなんだっけ、エル、エルエスで彼はになるんだけど、なんかその主語によってそのね、なんかソイとかS とか変わるから、主語を省略できるっていうさ。そう、だからソイポチコでもポチコですになるっていう。って感じ。最近知った。それは確かに文法的にいけそうだし、韓国語も日本と一緒。え、マジで？そうなの？え、じゃあ
適当に統治法とかもできるってこと、韓国語も。다녀오겠습니다다녀오세요다녀오겠습니다基本の構文は似てた気がする。あ、そうなんだ。ちんちゃんマジで統治法はわかん、なんか日本語って結構さ、なんか何々えとか何々がとか何々は何々を何々に、そこら辺のにとかをとかがとかはとかさえをさ、間違えなければさ、文法めちゃくちゃでもさ全然伝わるじゃん。今日は学校に行った、学校に行った今日、どっちも同じじゃん。行ったんだ今日学校に、でも伝わるじゃん。マジで日本語自由すぎてさ、海外の人理解できんのかなって思っちゃう。すごい、なんか語順が大切だったりするじゃん、なんか英語とかって。そうね、ポップコーンだとあと5分でこの配信は終わるんですが、皆様の誕生日を知れて私は嬉しいです。どの文法も統治法みたいなのだし、雰囲気じゃない、そんなもんなのオチでした、ありがとに。そんなもんなのかな。すごい、韓国語雰囲気か。でも雰囲気で喋る、だから結局やっぱり耳で聞かないと覚えられないみたいな。あれ、結局プリンさんの誕生日はいつなんだ強調するときはだいたい名詞にビックリマークつけとくみたいな。ああ、はい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 。確かに、ビックリマーク。あ、リーさんだ、こんにちは。リーさんはお誕生日いつですかみんなに聞いてる。지금가지마세요。今行かないでください。チャンムヌルヨロジュセヨ、窓を開けてください。3月2日、いいね、あったかそう。いや、まだ寒いな。3月2日は春生まれなんだ、いいね。リンさん3月2日、みんなの誕生日メモってなんだ今メモってる、みんなの誕生日。だけど誕生日聞く前にどっかに行っちゃった人たちは聞けてない。あ、シマエナガさんこんばんは。お誕生日いつですかもうすぐに誕生日する5月と。え、待って、5月のそこら辺生まれ多くない？え、多くない？え、だってあれ誰だっけ、5月2日って言ってた。5月4日、5月4日がスタートさんでしょ。4日だよね、あれ4日だよね、あれ4日だよね。え、そこら辺多くない？今集まってる情報だと5月8、5月4、5月10、5月のそこら辺生まれが3人います。5月コンプリートしちゃうかもしんない。
あ、トッチヤホー、お誕生日教えて。私は12月だよ。今来てくれた人誕生日をメモってるんだけど、誕生日を伝えに来ました。ありがとう。3月26、ありがとうございます。3月生まれも2人目だわ。え、待って、3月生まれも3人いるんだけど。でもゴールデンウィークが前後が多すぎてちょっと私はびっくりしてた。わー、なんかせっかく今みんな来てくれたのに私は配信を切ってしまう。でもまた卒持ち終わったらこの枠じゃないけどなんかしたいなとは思ってるけど。あー、じゃあねえねえねえ、どうしよう。あー、でもみんな家族とゆっくりしたかったり一人で過ごしたい人のが多いんだ。ゆっくり過ごしたい人のが多いっていうことが分かりましたね、本日は。っていうわけでね、皆さんもいろんな人の誕生日が聞けて私は楽しかったです。ね、待って、この後配信できるかな。もやできたらするけど、できなかったらしないって当たり前なことを言って、明日はそのね、唯一のね、ちゃんと続いてる友達とね遊んできます。高校時代の友達、つまり女子校の友達、つまり女の子です。遊んできますゆえ、皆様もお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。ごめんね、来てくれたのにね。またお話ししようね。雑談枠もさ、なんか撮りたいなって思いつつ結局ゲームしたいなってなってゲームしちゃったりするからさ、すごいなんか申し訳ない、申し訳なくはないんだけど。そう。でもまた10時くらいに始める可能性はある。この時も雑談でいいかな、わかんない。みんな何話すかい。話したい候補でもあったら書いといてください。それいつかの雑談枠でやります。今日かもしれない、今日じゃないかもしれないけどね。ありがとね、みんな。 Thank you、 ありがとう。じゃあね、ありがとう。一旦せよ。あ、もし配信しなかったら明日土下座して謝ろう。明後日かもしれないけど、明日ちょっと会うので。では楽しんできますゆえ、皆様もな、お仕事の方もいらっしゃるかと思うんですが、素敵なね土日にしてください。それではありがとう。 See you again。